後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、今日はタチです。ねえ、珍しい、こうやって立ってスタートするの、ね、え、いつ以来ですか。もう2年ぐらい前の。あるんですか。里崎塾ってこうボードに書いてある。ああ、そもそもここの、ここじゃないじゃん。ここじゃない、ここ初めてかもしれない。今日はですね、はい、村上選手が55本本塁打を打ったっていうところで、はい、すごいね。フジテレビ目覚まし8、出演は佐々木朗希のみかと思ったら、はい、村上が打ったら、夜中の10時半ぐらい電話がかかってきて、はいはい、明日行けますかって言って。明日朝行けますか。そうそんな前日の夜にですか。もう行けますって言って、はい、まあ、今日出演してきましたけど、そこでですね、はい、まあ、テレビ上でも実演したんですけど、はい、今までそんなまじまじ見なかったんですけど、はい、村上選手のバッティングを見て、うん、何が良くてあんなにホームランが打てんだっていうのを発見しました、はい、へー。おー、あの、僕がコメントしてテレビで、はい、SNS エゴサーチするじゃないですか、はい、なんでそんなに詳しく分かるのにできなかったんですかっていう。じゃあもう現役時代にってことですか。あのね、できるかできないかは次の問題になるのよ、はい、分かる分からない、分かる、はい、次できるできない、はい、できないになる可能性あるからね。そうですね。そんなもん理屈、うん、理屈だけ分かってんだったらもうお前なんとか大学の、はい、わけ分からない、うん、動作解析の人、はい、なんでできんのよっていうね。そうですね、頭で分かってることを全部体現できるんだったら、もうみんなトップアスリートになれるかもしれない、ね、そうなんですよ。だから最初の分かる分からないと俺は分かるだけで、はい、でもこれね、奇跡的に分かる分からない、分からない、できるできない、できるっていう人がいるからね。あ、もう感覚だけでできちゃう人もいるわけです。理屈とはよく分かんないけど、うん、できますみたいな、はい、だからまあ分かんないよ、うん、俺の本人には本当に失礼だけど、分かんないけども引退表明した糸井とかね、うん、はい、多分分かる分からないで言うと多分分からないやと思う、うん、でもできるかできないかって言ったらできるんだよ、ね、超人的な、はい、ひょっとしたら分かっててできるのか分かんないよ、はい、でも俺のこの感覚的な、あと対戦した感じで言うと、うん、多分分からないけどできるんだよ、ね、あの身体能力で全てをカバーできるような、そうそうそう、うん、だからそのコメントしたあなた分かりましたか。そういうことですよ、はい、ということでね、はい、今日も実演で、おお、なぜいいのか。じゃあ遠くに飛ばすためにはじゃあ何が必要ですか。パワーですね、はい。じゃあパワーがない人がパワーを生み出すためには何が必要ですか。バットの芯に当てる技術も大事ですね、はい、でもそれまでに、それまでにパワーがない人がパワーを出すために、はい、あ、トレーニングですか、はい、それちょっと時間かかるですね。あ、すぐってことですか。すぐえ、じゃあ袴田さんが、はい、じゃあもしここでパンチンググローブありました、はい、力ないじゃないですか、はい、でも、うん、ゲームのパンチンググローブで、はい、その力ポイントを、うん、高いポイントを出すためには、うん、どうしますか。力え、こうやってってこうやって、はい、お前、あ、違う、どう、幕の内一歩じゃないんだよ。これで倒れるか。反動つけるでしょ、反動つける、はい、だから要は力がなくても力を飛ばしたい、はい、だから日本人の、ね、メジャーリーガーとか大谷もそうだけど、はい、ノーステップだったりとかメジャーだから今トラウトとか、はい、そこまで反動使わないね、うん、だから反動使うために足上げるとか、はい、こういう反動つけるとか、あ、っていうね、そうそうそう、うん、とか足上げたりとか、はい、体重移動が止めてからめっちゃするとかっていう、うん、この反動を使ってパワーを生み出そうとするんですよね、はい、でそうなるとリスクが生じるんですよ、うん、そのなんでリスクが生じるかっていうと反動を使うってことは大きく動く、はい、大きく動くっていうことは誤差が生まれやすい、はい、もしくはタイミングが速くなったり遅くなったりしやすい、うん、で村上の場合、はい、若干ヘッドこう斜めになってるの、はい、こんな感じででこれ動かないのよ、この角度が、あ、引かないんですか。引かないで普通こうなってたら、はい、こうなったりするのよ、うんうん、こっちに、はい、こうなるとこうなるのよ、はい、だからやっぱなりすぎるの良くないんだよね、うん、だから俺とかはこうなんないように最初からこっちで引いてたんだよね、はい、こうで我慢できるように。でも反動いるからね、はい、で村上こうだいたいこんな感じなの、うん、もう動かないこれが、でこっからまたすごいんだよ菅野の引退、うん、でまあ本人コメントしてたんだけども、うん、あのイメージ通り触れて打てましたっていう、うん、っていうことはそのインコースに来るっていうのを多分もう予感してんだよね、はい、で考えると身体能力だけで打ってないね、うん、頭いい、はい、相手のことも考えながら、そんでバッターを打ち取るためにほぼスタンダードの基本の考えはインハイアウトローですね、はい、
体に一番近いところと一番遠いところ、はい、距離が取れないところと距離が離れているところが一番打ちにくいとされるから、基本的な配球の相手の攻め方で考えるとインハイアウトローを軸にして考えるんですよね、はい、でインハイ得意なやつってほぼいないんだよね、はい、で球分割にしてもこの球分割こうあるじゃん、うん、ここのインハイもここのインハイもこの球分割に入ったインハイになるから、うん、本当のここを打てるやつっていないの。でも昨日の54号村上ここライトスタンドって、で9回まさかの5打席目、はい、大勢から、うん、もうこう打たれたからね、はい、アウトローで行こうと、うん、シンカー系の、だ今度はアウトローあっちに打って、はい、もう攻めるとこないね、うん、でもそれがなぜ打てるのかね、はい、こうなるじゃん、はい、こっからでインハイ来るじゃん、うん、ここを打たなきゃいけないわけじゃん、はい、で手で打つと体から離れていくから、うん、詰まってファールになったり、それ芯に当てようとすると前で打たなきゃいけないから、村上で言うと一塁側のファールになる、はい、でもこっからこうなってこうなってこう来るから、この小さくこっちにこう、あ、こすごいコンパクトコンパクト、だから大きいとこからここに入ってくるんだよ、はい、これも大事なのよ、めちゃくちゃ、それなんでかっていうと体の構造上力入るのは伸ばした時と縮めた時どっちですか、はい、力が入るのは縮めた 時でしょ、だから腕相撲こうやってやんないでしょ、はい、もし重たい、うわドア、重たいドアやな、こうって開けないでしょ、はい、こう開けるじゃないですか、腕相撲みんなこう脇すごい締めますよね、なると打つのもこうよりこうの方が体の力は入るんですよ、でもこうの方が力入るっていうやついるんですよ、はい、それなんでかっていうとそれ遠心力使ってるだけだからね、あ、遠心力で飛ばしてる、そうそうそう、でもそれには詰まるんだよね、はい、でこれだから金森理論もちょっと入ってるね、はい、小さくグッてくるっていう、でもこのままだと遠く飛ばない、ね、遠く飛ばすのに手使いたがると手出すとファールになる、はい、これ村上ね、こっからこうなるじゃん、こういってこれも出てくるんだよ、はい、で今度そしたら腰これぐらいいくからね、背番号見えてるよ、横からの映像を見ると、はい、それぐらいだからこうなってこれぐらい腰回してる、で腰回すから腰回すからこのままの勢いで振れるじゃん、はい、だからフォローするそんなでかくないけども、うん、しっかり腰ここまで回すから、はい、腰の回転も入れて近いところの一番窮屈なところもロスパワーなく打てる、へえ。めっちゃ回してるよ、村上だとこうじゃん、右肩から左肩ぐらい回してるからね、こうやって、しかも軸崩れない で軸がしっかりしてるからこの肩こうやって回るのよ、ここまでコンパクトだけど力が変なところに逃げない、で腰も回せて下半身の力も連動させてる、はい、それがライトじゃん、はいはい、じゃあレフトね、はい、レフトこんな腰回したらあっち打てないじゃんと思って、うん、これがまたエグいのがね、だから横から向くとライトはここで打った、はい、ここで、うん、でレフトはここで打ったの、はい、だからこれぐらいの幅あるね、インパクトゾーンが、はい、ここホームランじゃん、うん、ここでも誰でも打てるのよ、はい、でもここで打つとヒットなのよ、うん、ここもホームラン、ここもホームランっていうことはここからここ全部ホームラン打てるのよ、そんなやつなかなかいない、それなんで、うん、できるんですか、そのこうでもここでもできるの、はい、それはここから解説する、おお、見てきたの俺、はい、大勢のレフトに打ったやつ、はい、俺は右でやるけどね、うん、なるじゃん、引き込んで、うん、ここで打つのよ、はい、でじゃあここで打ってこう腰回したら、うん、そっち行かないじゃんと思うじゃん、はい、こっち行く、でもここで打っても、はい、肩から肩回してるのよちゃんと、はい、行くじゃん、うん、こう行くじゃん、うん、こうつい、こうツイスト気味にちょっとこう左だったらこうみたいツイストみたいなツイスト気味に、俺はちょっと右だからツイストできないんだけど、はい、こうってツイスト気味に打ってもこっからだから若干歩いたじゃんね、はい、それなんでかっていうと腰の回転を制御しながらもしっかり腰回しんだよ、へえ、肩からこっちからこっちは肩からからしっかり回して引っ張る、肩から肩しっかり回してるんだよ、はい、でもヒット打つ人ってこれぐらいの合わせる感じになるから振り切れてないんだよね、うん、だからそれでだからここからここまでこうなる、へえ。どっちに行っても肩から肩回してる、しっかり腰、それはもうどこに飛ばそうとかじゃなくて どういう意識でその変化って持たせてるんですか、だからもう、うん、反対方向に打ってもホームランになるって分かってるから、はい、だからしっかり自分のインパクトゾーン、このだけの長いインパクトゾーンがあるから、はい、どこでしっかり打つかをもうイメージしてるってことで、そっか、どこで打つかによってスイングも変わってきてるわけ、はい、でも本質は変わってないからね、
ただポイントが変わってきてるからスイングが変わってるように見えるけど、多分スイングはほぼほぼ一緒。ああそうなんだ。それが若干入れてるか前かの違いであって、はい、だからしっかりアウトコースでも肩から肩回して腰入れて打てるんだよね。へえ。こんな感じでね、はい、僕たちは結構ゆっくり歩いてましたもんね。そうそうそう、もう腰入ってるからね、はい、だからあれはすごいなと。へえ、やっぱもう神業。うん、あと今分かってもう一回二十歳からやり直したいね俺これ分かって、うん、しっかり理屈通り分かってね、はい、そしたらやっぱフォームも変えます。フォーム、俺もこうやって、俺もこれでいこうかな。今まで結構あれじゃないですか、こう佐藤さんこう結構これから、はい、ここって何気に難しいんだよ、うん、小さくやるの、はい、こうなったらこうなりがちだからね、うん、だから最初から小さくやってたら入るの簡単じゃん、はい、だからそうやってやってただけ。ああそうなんだ。打つときここに絶対来なきゃいけないからね、はい、へー。だから大きく小さくって難しいんだよ、はい、で大きく小さく手でやるとファールになるからね、はい、飛ばないから、ね、大きく小さく腰入れなきゃいけないから、ね、うん、あでも村上選手あれなんですね、こう構えてあんまり引いたりしないけど動かないですね、最初バットの角度も一緒だよ。へえ。これ YouTube ね、の残念なところが、はい、動画が使えないところだね。そうですね、うん、あここは見せてどうですかってやりたいですけどね。一番いい方法はね、タブレットの YouTube で俺の動画を見ながら、はい、テレビの YouTube で村上のホームランを再生してみてください。あ、比べてみたら言ってることが分かるんですよね。そうそうそう、分かる分かる、このやり方、はい、これがまさに新時代の二刀流です。